はようございます。おはようございます。本日は2回目のまた外国人風エクステをつけます。まあ撮って次の日なんだけどね。はい、今からつけていきたいと思います。はい。まずはワックス。ペタペタと。ペタペタと。でも思ってるよりね、すっごいなんかギトギト感はなかったよ、洗うとき。あ、本当ですか。なんかギトギト感よりも久しぶりに、なんか頭が洗える開放感の方が勝つかな。OK じゃん。下から。これはリフトアップね。今回は美容室も行きませんでした。髪も染めませんでした。つまりもう、何ヶ月染めてないんだろう、私髪。3ヶ月ぐらい染めてないかな。でも意味ない気がして染めるの。確かに。あんまり意味ないです。茶色か黒、見えるとこが茶色か黒ぐらいの違いで、金髪にするわけじゃないから。ね、編んでて抜ける？多分全部抜け切ってないかもしれないのっけな、シャンプーで。そんなに抜けてはないですよ。全然抜けてないね。マジ？なんか昨日髪洗ったらさ、トリートメントあるじゃん、ライナーガストリートメント、うん、赤い蓋のね、あれ満タンに髪落ちたよ。だからあの病気の治療でこうガサッとくるぐらいのコンディショナーでこうさ溶かすじゃん、溶かすたびに手にボロ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 って気がついてくるの。でもそれもまた気持ちいいわけ、わかる。1ヶ月分だったら相当落ちそうですね。そう、1ヶ月分って考えたら、だから多分エクステで落ちたわけじゃないの、私が思うにね。だって1日50本から100本ぐらいの計算でできるってことはさ、かける30日じゃん。そう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 、そう、だからでもエクステよね。そう、エクステのせいで抜けてるわけじゃないよ、絶対。2000本、普通に多分抜けた毛が絡まってるから、うん、でしょ、一気に抜けたみたいな。で、こう見えてくるの、ここら辺にほら毛根、あ、抜けてんだなみたいな。1日何本抜けるの、人間は。100本。100本でしょ。したらそうだよね、取っとけばよかった。どんだけ取れたか。3000本を溜め込んで排水口にストップさせてた。でも気持ちいいよ。前髪のウィッグぐらい作れそうです。作れる作れる、もっと作れると思う。中のお団子ヘアできる。そっか、1日毎回もう毛が抜けて邪魔なんだ。それエクステでしょ。でもなんかこのエクステはやっぱ80年代レトロ、そのフェスにぴったりっぽくて、なんか昨日もイベントとか大会でそのレトロな感じはって言われたよ、スタイル。レトロなんですね。レトロになってしまったよ。、まあ、ウェア着てたからかな。じいちゃん的には2023年トレンドだったんだけどね。そうそうそう、90年代まで一位だったよ。一気に。そう、でも今週イベントなんで90年代のね。この我慢対決みたいなさ、このレーンね、こめかみのこの、こんな痛かったっけ。でも今なんか荒れてますね。そう、頭皮が。でもね、でもやるしかない、うん、痛そう。これでブリーチなんかつけたらもう多分もうダメだね。大変なことになる。海出そうじゃない、うん、出る、多分かさぶた、うん、息出ちゃう、ドローって昔出てた、めっちゃ出てたよ昔。もともとやって強くはないんだね、じゃあね。あのホワイトビリッジ2回とかやつか。なんか気になったの、このさ、やっぱ黒いのが見えると気になってたのね。でも染めると、染めたとしても金髪この白までしないんだったら目立つでしょ。ってことで染めませんでした。まあ目立ちますね。ね、この白まで染めてんだったら見えないけどってことでね。ちょっとそっち終わったらここやった方がいいんだよね、じゃあね。これここまでとりあえずできるところにあるから、残り1本までやるね、じゃあ。はい、毛量的には減ってないですよね。一緒、そんなに変わんないと思いますよ。でじゃあ
痛いですね。本当に。大丈夫ね。何なんだろう。頭皮がもう本当に弱ってるんだよ多分。ね、うん。ずっと引っ張られてたから。それでまた引っ張られてるから、もう傷口に傷こうぐちゅぐちゅしてる感じだよね多分。もう釣り棒できなかったですか？ん？釣り棒。できた。できたできた。痛そう。釣り棒って。引っ張られて。最初の方にあってなんかボツボツ、あ、それです。あれはどうしたらいいの？これはもう待つしかないですね。ね、なんか薬塗った方がいいのかなとなんか思ったけど何も。塗った方が良さそうですけど。ニキビ用とか？多分。でもそんなんで皮膚科行ったらさ、自業自得じゃんね。確かに。知らねえよとか。やめてください。そう、なんかそれでさ、すいません、ちょっとなんかイボがあって、いや、それ取ればいいでしょとか言われて終わんない？確かに。いや、そう言われますね。そんな頭やってるからなんだよ、みたいなさ。そう、だから病院も行ってない。それ言われるわ。でしょ？自業自得で病院行ってるんだっていうさ。状態ではカラーちょっとできませんね。ね、そんな髪やってるからボツボツなんだよ、みたいな。大不潔って言われますね。あ、そうだね。汚れが詰まってるからできるんですって。あ、ワックス痛いです。なんかリフトアップとかって前回言ってたじゃん。言えないぐらい痛い。前回は健康な体だったからね、まだ寝てます。これ、私がテーブルに寝ればよかった。でも、襟足編むときまた上がってもらわないといけないんで。首やばいんですよね。そうです。首が。筋肉つきますね。首もやばいけど痛みもやばいです。ジャンプ台も最高だね。あ、そうですね。一回戻っていい？はい、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫。OK。 何のトレーニングなんだよね。はい、今コンロが完成しました。今回はね、あんまり絡まないように2本になります。あ、でも一回トレーニング、はい、2本なんで、今からなんか特殊だ、ん？必殺ムース漬け。今ムース漬けをやっております。本当はタオルなんだよね。本当はタオルですね。タオルがないから大きい時はい、信用染めてやってました。One for the rest, for the adjusting, one for the tired hands, one for the letdowns, all thanks to this old town, one for the shattering.